足場は逃げる。今日難しいっす。3本目だからな。ラインが取れない、昨日みたい。いった、もう慣れたんじゃん。さあ、少し良さが分かったそうしたらあいつの方が昨日の板より全然いい。あ、フィッシャーですか。いや、スラロもそうだけど、リーズ。あ、でも昨日スラ、GS は後で行く。そうなんですよ。あ、フィッシャーっすよ。やっぱズルズルだね。いや、とにかく外見して撮るしかないです。そうですね。はい。基本に忠実なのが一番、はい、はい、やっぱりこれはしっかり乗ってこないと。いいです、はい、もうちょっと、頭の外側に追いやっていいです。昨日上の方が良かったですけど、あそこで足場が逃げたのは、頭、外気は取れてるんだけども、やっぱ重心がやや内側に入っちゃってるんで。しっかりこうやって頭の外側に来てないと、はい、ここは。最後、ちょっとスキーの先開きやすくなるので、はい、最後はちょっと外気を取れてる。この練習になりますね。あともっと遠いです。はい。傾いてもらうと。で、今やってると少しはいい感じで、またこの古いみたいな。やってるとやっぱいくらか違うね。そうっすか。今良かったね。あ、来てはいないです一回切ってるんで。はいはい、はい、じゃあ行こうこれは小学生だよ、小学生。ちょっと見てて。小学生。